はい、こんにちは、佐藤です。こんにちは、おしげで,です。<coughs> えー、今日もおしげさんと音声取っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えと、今日のお題は、えー、もんちさんについて。はい。はいなんですけども、ちょっとね、本来ならば、この場にもいる予定であったんですけど、ちょっとしたよ問題がありましてね。そうですね。ちょっと残念でしたね。お会いしたかったんですけどね。うん、まあもんちさんも、あの、悔しが、残念ですけど、って言ってましたけど、はい、まああのー、 でも彼自身も去年は一つの商品 ODM でも OEM でもなく制作をしたんですよね、革工場で,ははんで。その流れ、いきさつを言うと忘年会があって、はい、佐藤さん、ちょっとその前に時間取ってくれませんかって言われて、はい、どうしたんだろうな,な深刻な顔して、はい、あの設計図を書いてこられて <laughs> 手書きのお<ー>これでこうでこういうもので,でなんかサンプル品みたいなものも。 ちょっっと買って、はい、これをなんか手縫いみたいな作ってきてこれをこうしたいみたいなそこまで持ってこられて軽々ここういう商品を作りたい製品を作りたいんですと「へえ<ー>」あ「あわかりました」って言ってそれでの工場に手配して2回ぐらいですか23回サンプル作ったような商品があるんですけど、はいはい、それは去年であの月間では1400個売れてだから月で5れ 500万ぐらい売れてたんじゃないですかね、その商品だけで。すごいですね。もちろん利益率も、あの、50%ぐらいで。はい、はい。だから、もちろん Amazon も、あのー、三冠達成みたいな。<laughs> 目立ちすぎじゃない、みたいな。<laughs> <laughs> ですか、はい、すごい揺れて船瓶でバカバカ入れてたんですよ。<ー>うん、だけど本当にリサーチされてこの小、これも内容世の中にないので作るしかなかったんですけど、はい、それも作って当てるっていう、うんそこまであの持っていけるあの目利きができる、パワセラーだなっていうい、ね、硬いですよね。あのうん幅マ央さんも硬いんですけど、モンチさんもすごい硬いなっていう。あ<ー>あやっぱ なんか自分であと実業家って感じですよねちゃんと実業してるっていう感じなんでふわふわしてないっていうかいう方なんで今回もあのあお会いできたら前回浜松、はい、さんもそうだったんですけどおしげさんとね、うん、すごくいろいろ親睦深めていいチームできたらいいかなっていいそうですね思ったんですよねでもまあちょっと残念でしたけどねまあまあまあまた次回があるんででもあの彼はやっぱあの 専業でやられてるんでちょっとおしげさん似てるかもしれないですけど、はいまあ、お二人ぐらいお子さんいらっしゃって奥様と一緒にやられてるんですよあ、そうなんです、ね、そうななんんでですすねそそよれであの大体こうそれぐらいの売り上,上げ上げてるんで、はい、結構まあ一部分は大中華したりとかしながらおうちでのんびりやられてるぐらいだそうだけど。はい <laughs> もうのんびりのレベルじゃないですからね、<laughs> 月勝500万と分、えーえー、かんないですけど、<laughs> でもまあ、ちょっといろいろあると思いますけどね、いろいろ商品がね、<laughs> はい、なんか、ライバルだから、性格のある人間にね、バットレビュー入れることもあるだろうし、<ー>なんかそういうのもあると思うんですけども、でもやっぱ経験値が半端ないんで、うんうん、今回はあの、あのまあ、プログラムの講師として入っていただけるっていう感じなんですよね。あ楽しみでですすね、うん、なんかかあれですか こうどんな印象があります、そういう前評判を聞いて、もんちさんに対しては。そうですねやっぱりもう創造性がすごいなっていうところですね、うん、あと行動力、うん、うん、そうですね、やっぱり思うだけでも実現しないし、うんうん、何も考えずに行動しただけでも失敗するじゃないですか、やっぱりそこがうまいことを折り合いつけて、仕事されてるなっていうイメージが強いですね。うん、そうですねはい で楽天もやっ始めて9点も始めたのかなやってるのかな<ー>それ結構いろんな形でもおバカバカ言ってて、まあ、メルカリとかも一時やっててあ 2, 2ヶ月ぐらいで2ヶ月目で100万を超えましたね。ええ<ー>だけどもちょっと細かいってことでやめましたけど、はい、あの一回整理して集中と選択みたいな感じでやれてました。うん、だから何やってもだいこう,そう,いうの,あの 形出すような。うんうん、まあ、結構ね、やっぱ経験値ある方ですよね。ねすごいですね。イーベイとか、もやられてるのかな。ブランド品の外になりと、輸出もしてるし。すごく。まあ、面白い方ですよ。お話ししてても。うん,うん、ぜひ、次もそういう感じで。今度はあれですよね。みんな一回集まって、それこそ新鮮で集まったりとか、それ面白いですよね。そうですね。うん、なんか、それで新鮮合宿とか、面白そうですよね。 あ暑いですね。なんかメンバーと一緒にみたいな。<laughs> はい。それで、ちょっと少人数ぐらいで、まあ、10人か8人ぐらいですか,、うん、だから僕らでも4人なんで、そうです、ね、プラス4人ぐらい。マ万ツぐらい,で,ぐらいできるぐらいな。あ<ー>嬉しい、ね、暑いじゃないですか。そっちは手厚くなると思うんで、あんま多い中だとちょっと大変だったんで。で、またね、それぞれ扱ってる商品も違いますしね。そうなんですよ。うん、違いもあるし、あと、こう、得意分野も違うじゃないですか。 違いますね。はい。だから輸出が得意な幅ばさんいたり、あともちさんもそういう商品作りあったりとか。あと、おしげさん、ちょっとこうディティの場合ですけど、まちょっとね、卸の方も動こうとしてるじゃないですか。そうですね。あの、某ワイダ電機の方ですよね。ワイダ電機ですよね。ワイダ電機ですね。はい。とかも。まあ、お声がけいただきまして。 まあ、決めていきたいですよね。はい、もそこは交渉必要あったりきますし、いすそれでどんどん幅広げてそれで、まあ、プログラムの,、ね、あの一つのなんていうかオプション的なものもできたりですよね、そういう卸しルート作るとか。うん、そうですね、やっぱりそこから切り口開いていって、うんはい、周りに貢献できるような形作っていけたらや、ね、うん、ウィンウィンの関係を築いていけると思うんで、うん、すごいいいなと思いました。 パワーセラー、もんちさんが、はい、プログラムの講師にもやってくれるってことだったので、はい、ここでかなりいいチームが出来上がったんじゃないかなと。そうですね。思いますねぜひ、みんなが集まって、新鮮活質やりたいですね。楽しみですね。はい。ということで、こんな感じで、もんちという男についてでしたありがとうございました。ありがとうございました。